北京では週明けに多くの企業が業務を始めるため、公共交通機関などでマスクの着用を事実上義務付けるなど、感染拡大の防止策が強化されています。北京市は地下鉄やバスなどの公共交通機関やホテルやショッピングモールなど人が多く集まる場所で、マスクをしていない場合は管理者が着用を指示するよう通知しました。 市民が従わなかった場合は公安当局が処罰し、拘留する可能性もあるとしています。さらに、発熱などの症状を隠し、隔離措置に応じず他の人を感染させた場合は、危険な方法で公共の安全に危害を加えた罪を適用し、最高で死刑を科すとしています。